はい、続きからやっていきましょう。もう大体ね、分かったからね。とりあえずこれを拾う、これを消す。一応ね、あっちに行くから、ここ開かない。で、そっち側にいるから、とりあえずこっちでいろいろ見る。鍵を拾わないといけないんだよね、確かね。向こう側に行くんだっけ、こっちだっけ。鍵だね。ん？今どこにいんだっけ。向こうか。で、ここのは取ったから、閉めとこうか。閉めたら来ないんじゃないかっていう、ちょっとした、何、ちょっと見えない。ちょっとした抵抗みたいな。向こう行ったね。閉めたら来ないんじゃない？こっち来てるね。やばいね。あ、ロッカーあるじゃん。ロッカーあるんだね。あと1個か、じゃあ。戻っていったね。でもいるんだよね、そこにね。向こうまで行ったらにする？しよっか。これ一人で喋ってんだよねって思うと、なんかね、怖いね。これもホラーだよね、実況ってね。実況プレイ動画っていうホラーだよね。ごめんね、ちょっと声、今日はちょっと聞き取りづらいかもしれないけど、喉がね、ちょっと様子がね、おかしくて。向こう行ったね。進もう。え、とりあえずそこのやったでしょ。てか糸がないから多分大丈夫だと思うんだけど、消してしゃがんで、ここだね。ここを消さないと開かないよね、多分ね。今あそこにいるんだよね。やばいかな、やばいな。これどっかね、隠れるポイントがあればね。ここぐらいしかないんだもんね、今ね。こういう感じにしとこうか。よし。まあ多分これで大丈夫だと思うんだけど、結構ね、難易度も上がってきてて、こう、なんだろう、こういうタイプのゲームが苦手な自分としてはね、結構きついなって思ったりしてるんだけど。向こう入ってたね。走り抜けてもいいんだけど、出てくる前にね。立って走って見つかったみたいな感じになってもね、それはそれで嫌だからね。ん？よし。え？なになになになんでなんでなんでちょっと開いたんだい？閉め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 ろ閉めろ。
ここはどこ、もしかしたらジェームはこの中にいる、なんでそう思うんだ。ちょっとそれは意味がわからないぞ。また広いな、もう。向こうとかいない？いないね。とりあえず全部閉めとけ、閉めとけ。広っ。広すぎない？嫌なんだけど、本当に嫌なんだけど、これ見つかれのがね。でドア閉めるって言ってもうすでに閉めてないんだけど、怖いとね忘れんだよね。なあなあなあ、名前思いつかなかったよ。あ、一応調べとくか。向こうのドア多分開かないっしょ。なんか経験経験って役に立たないもんだね。とりあえずこっち、今こうカメラが横にぶれてるのは俺の手が触れてるだけだよ。何もないかい。あ、あった。何これ、釘だらけの人形。あ、なんか釘だらけの怖い人形、そして女性の顔写真が刺されている。ああ、なんか女子大生は呪い殺されたってことなんかな。やっぱりなんか恋愛のやつもあったよね、最初の方にね。もう忘れてる人もいるかもしれないけど、パート2かな、パート1かな、1の最後ぐらいに多分あったと思うんだけど、広い割に調べるものが、調べるものじゃない、あの隠れる場所がないってことは、あのあいつは出てこない。そう思う。カメラちょっと動き早いかもしれないけど、ごめんね。手が震えてるからね。お、あったあった。なんだこれ。一つ目の、ある象徴。あ、見たかった。選ぶ。説明。色の細い線を、引いた紙。何の象徴の、何かの象徴の一部になるってことかな。うん、まだわからないアイテムかな。あれ、こうか。怖。どうする、どっちから行く、こっちから行ってみようか。ちょっとか、怖いよ。ゾクッとした。あ、鍵か。あ、あれだ、象徴のやつ集めたら多分数字になるんだ。広いって。で隠れるポイントもないからね、多分。なんかん、何これ。恋のわら人形の呪術追加。実にこの恋のわら、この恋のわら人形呪術は、呪術かは、受けた人がこの呪術を使った土と同時に来た霊園に、霊の亡くなった幽霊は身に入り込む。ごめんね、ちょっと揺れちゃったね。そしてその人、自分を失う。幽霊は妖術を使う側に永遠に亡くなるまでついていく。一日離れても苦しくて生きていけない。ん？いまいちこう、意味が。あ？なにこれ。髪を変える？ああ。これあれか。なんか。ああ。オッケーオッケー。まだ多分神やるやろ。多分。こういうのとかどう？違う？ええやん。こういう絵いっぱい出してきて。っていうか、さっきのとこ、結構さっくり抜けられて、ちょっと拍子抜けというか。もうちょっと苦戦するかなと思ってて、さっきあったやん。なんでいっぱいあんね。拍子抜けというか、ちょっと、うん。もうちょっと苦戦するもんだな、と思ってて、もらいます。すいません。ね。
謎解きあんまり得意な方じゃ、謎解きじゃない、あのステルスっていうのがあんまり得意な方じゃなくて、メタルギアとかもやってたんですけど、ほとんどあの麻酔銃を使うっていうね、チキン戦法でやっていたもんで。なんかさっき見えたね、なんかさっき見えたね。もらいます、もらいます。ガキまだいんの？あいつ嫌いなんだよ本当に。これもらいます。ジェーンの日記、12月じゃない、2013年4月15日。結局今日もまだ家に残るわ。ティムの電話がかかってきて、会社の仕事はまだ終わらないみたい。せっかく今晩一緒に遊びに行くと約束をしていたのにね。ティムの休みの日は何日も経ったが、なんでまた仕事をしないといけないの？私たちの二人の時間は？まあ稼いできてるんやからな。時々考えてみた。ティムはもう私に飽きたのかな。実はね、私は本を書くみたいによく喋らないけど、もっと彼を気遣うべきだったと時々思うが、もしかしたら自分を変えないといけない？本当にわからない。まあお互いが変わるっていうのが大事だと思うで。知らんけど。なんか、あれ？俺閉めたっけここ。ん？さっきの部屋に戻ってみましょうかね。あ、あ、ちょ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 、953やな、これそのまま見たらいけるな。行こう。あれ？どこやったっけ？ここか。953やろ多分。9536解除。これぐらいの、おい、な、ああ、どが、ドアが閉まった音で毎回ビビるんだよね。向こうには何もない。めんどくさいなぁ、こいついると。うわ、めっちゃ写真貼ってあるやん。うえ、なんで割れてんねん。これ読めへんのかな。これ大丈夫かな。多分そういうためやろこれ。ちゃうんかな。ちゃうかったらやばいんやけど。ごめんね、今日なんか、今日っていうかコンパートね、結構関西弁多めになってしまって、なってしまって、そんなん言わへんてね。あんまりこうね、実況では出さないように、出さないようにって、出さないようにね、しようとはしてるんだけど、してないな。普通に喋ってたな、今までな。わ、何？ん？左側から音がすんねんけど。いる？ば。くだる。いるね、やっぱりね。とりあえずもうちょっとしたら開けて見て、開かへんのかい、開かへんのかい。
左側が鍵がかかってて開かないポイントがあると覚えておこう。ていうか探索の時はもうなんか何回か死んだ方が早いんじゃないかなって思うんだよね、こういう細かいことしてるよりは。なあお前もそう思うよな。あ、やっぱ危な危な、やっぱあ、こういう下にも行けるんだ。今まで使ってこなかったね、これ。こっち向いてんな、今。こっち向いてるな。まどろっこしいんだよね。まどろっこしいんだよね。もうなんか、あれだよね。その、怖さっていうのがどんどんなくなってきてるよね。あ、そっち行く？違うよね。多分こっちやんな。はい、重っ。てか、どうしようか。入ったけど、あ、こっち行ける？こっちまでは来ないっしょ、あいつ。お、いいんじゃない？だってあいつしゃがん、あ、なんかある。ちょっと待って、あ、写真か。あいつしゃがんの見たことないよね。あ、いないよね。え、やべ、来んのかな、ここ。待ってみよっか。ほら。バカだ、こいつ。あのさ、アンチ見つけたね。もう、これで、個人的には安心だよ。ほえ、ほらよ。へいへい、ふぅ。ダメだね。煽っちゃダメだね。煽っちゃダメだよ。へい。あ、やべ。皆さんは煽らないようにしましょう。はい、まあね、こっからやるとちょっと中途半端なことになるので、ちょっと早めですけど終わりたいと思います。それではご視聴してくださいましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。